はいどうもおめでとうございます四十八カッコ仮の続きをやっていきたいと思います今日も京都で山梨県ですね山梨県のバイスサッカー、えー、裏かその3の裏があと5個エンディング残ってますんでそちらを回収しに行っていきましょうまあ、えー、選択肢まで飛ぶしかないんで選択肢まで行ってきますねいけるあいけるいける、まあ、大体の流れだけ踏襲しとくか、まあ、バカタールがいけるようになるっていうだけの話だから 大その3うら地空が歪められて世界線が変わった話ね。いくぞ。でなぜかバカタールが旅館に来れるようになったと。えっ、ー、とおとなしく待つをずっとやってたと思うんだけど部屋の中を見て回るこっちはどんな部屋になってるのかなー 襖を開けるとそこは殺風景な10畳の和室だったもしかしたらここは布団を敷いて寝室にするのかもしれないなあなるほどな僕はその部屋の天井を見上げて合点がいったえ何もう察してるの天井は木目の見える板敷きだったのだ筒井先生はこの天井を眺めながらあの本陣の回意を書いたのかもしれない察しがいいなさすが筒井ファンそう思うとちょっとした好奇心がうずく え寝転がってみる寝るえー、っと寝るじゃない今へ戻る寝転がってみようかじゃあ <laughs> 僕は誘惑に負けて畳の上に寝転がっていた <laughs> どういう誘惑なのかはちょっと理解しがたいですけどねおおこれか畳の香りを感じながら見上げる天井はまだ昼間という時間帯でも蛍光灯をつけていないからなのか自然光の中でなんとなく陰って見えてあ力地の顔見えるかい 雰囲気あるなあ僕はなんだか嬉しくなってあの作品の主人公のように天井板を勘定し始めた一つ二つ三つ四つ口に出す数に合わせて視線も動かすと0 1 1 1 2 1 3来るわよお 主人公の数えた14番目だ何もないと分かっていてもドキドキするのは止められない14んお力りきだあれ今何か見えたような気がするぞ気のせいだ人の顔かえー、っと人の顔かおお 僕はもしかしてあの作品と同じ体験をしたのかなんと素晴らしい先生と自分の意識がシンクロしているのだ気持ち悪いなこの人 <laughs> ここはつい先生の世界を体験できる貴重な場所なんだなすごいすごいぞよしもう一度数え直した先生の意識をもっと己の中に取り入れるんだ一つ二つ 嬉しくなってしばらく数を感情していたがさすがにこのまま続けるのもそろそろまずそうだと思いこっそり今へと戻っただ誰に対してこっそりなのやっぱ変な人だなこの人それからしばらくすると襖が開かれたつい先生の登場かと一瞬緊張したのだが向こう側にいたのは若女将だったきちんと頭を下げている加藤様 先ほどつ井先生からご連絡がございまして打ち合わせが長引いてお借りになるのが夜になってしまうとのことです。この辺は前回と一緒なのかなそうですか。つ井先生ほどのお方です。大丈夫です。私はいつまでもお待ちしますよ。打ち合わせが長引くことはよくあることだ。新作の打ち合わせだろうか。いやあ最近は先生の作品は次々とドラマかアニメか映画かと大忙しだ。だったら相当に力のある作品になるだろう。議論に議論を重ね。 そう勝手な想像をしているとつきましてはこちらのお部屋へお泊まりになっていただきたいとのことです願ったり叶ったりでしょうこの部屋にですかはいよかったな引き死に勝る太っ腹前回は吉池で今回は僕まで止めてくれるのかよかった生きててよかったありがとうございますぜひお言葉に甘えさせていただきます 丁寧に頭は下げたが心の中で小躍りしていた筒井先生ともしかしたら差しで対面実は吉池の時のように原稿だけ渡されて返されてしまうんじゃないかと心配していたのだが天は我に味方せりその後若女上が中井さんと一緒に夕食を運んできてお風呂はこちらになりますと立派な露天風呂に案内され身を清めても筒井先生は帰られなかった <laughs> 身を清めるって言い方が気持ち悪いんだよな <laughs> どうやら相当に大変な仕事のようだこの分ではきっと今日会えるかどうかも怪しいあ着替えてる先生もこんな遅くまでお仕事とはお疲れ様だなまあ僕も締め切り間際になると会社に泊まり込みってよくあることだけど先生は一体おいくつだったろうかさすが先生タフガイなんだなさて風呂にも入ってしまったしどうするべきかえ寝る もしかしたら明日は筒井先生に会えるかもしれないんだ寝ぼけた情けない顔は晒せないな早めに寝るかああでも読みかけの小説かうんあと少しだけ読んだら寝るかあ <music> いつなかなか寝ないな <laughs> <laughs> 細く光の差し込む隙間を覗き込むと布団に寝そべって何やら本を読んでいる男が見える あれが今回の標的ファミ通編集部の加藤編集長だ。何やってんだよ、このおっさんが二人でさ。は <laughs> <laughs> てさて、いいか減に寝てくれないものか。早く戻らないで秘書の小言がうるさい。<laughs> 秘書小言で済んでるのがすごいけどね。止めろよ、秘書も。これワンちゃん捕まるぞ。<laughs> お前の先生、いいのか。またやるんですかもっと止めろ。 ああ、これは一種のサプライズだよ。私のライフワークになりつつあるからな、悪しみすぎる。そう心底楽しそうに言うと、秘書の顔が見事に歪んだ。そらそうだわ。歪んでるだけで済んでるのよ。おかしいの。まったく先生は、もう少し大作家であるという自覚を持ってください。いや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 、それ以前の問題なんだよな。人らしくあれ。そんなものにこだわる必要はないね。自分のやりたいことを我慢しまで何が人生だ。そうだろ、犯罪ですよ。 大丈夫。ただ天井から顔を出して脅かすだけだ。ここで実行しなければ、あの原稿を書いた意味がなかろう。書類送検ぐらいはいくでしょ。<laughs> 別に脅かす必要はないと思いますが。まあまあ、加藤編集長は私のことも知ってるらしいから、最初はびっくりしてもすぐに気づいて何してるんですかと聞いてくれるだろう。その時のポカンとした顔が見たいだけだよ。 人のポカンとした顔を見たいがために屋根裏に上がる作家なんて聞いたことがありませんよ。作家とかじゃなくて人間を聞いたことないんよ。<laughs> そんな人間知らん。固いなあ。それじゃあ脅かしてくるから適当な時間に戻ってくる。くれぐれも怪我はしないでくださいね。くれぐれも逮捕されないでくださいねだよ。だああ。 よくこれを許すな。あれはチート硬すぎやしないだろうか。もう少し柔軟性があってもいいと思うのだが。それにしても寝ないな。眼下では男のセラカが何やら笑っているのか、奇妙に細かく上下している。あれあれ、今回は失敗かな。どれ、人とのもうるさいことだし、あと30分もしたら帰るか、<laughs> めちゃくちゃ粘るじゃん。<laughs> どれだけ驚かしたいんだよ。さすがは天井炉だ。 普段は人が入るどころかこの旅館にはネズミすらいないので、ホコリがたまり放題だ。それはまるで絨毯のようだが、何回か私が這いずっているので、そこだけきれいにホコリがなくなっている。<laughs> 掃除しろ、せめて。最初試しに上がったときが一番ひどかった。場所を確認して降りたら真っ白になってしまった。さながら大掃除に使われる雑巾のようだ。すぐに旅館自慢の湯に使って生き返ることができたが、天井裏など掃除の仕様がなく上がるたびに風呂へと書き込む始末である。 変人すぎるしかしいくら誇りに見せようともこの娯楽ばかりは譲ることもできないいくら秘書が止めたとしてもだ物語を作るものとして一種の娯楽だこんな楽しいことやめられるわけがなかろうそのうち秘書に売られるぞやっと寝るのか眼下の男が動き出し部屋が黒くなった暗くなったそろそろ寝るようだ狙うならば寝入りの少し寝ぼけたあたりが効果的で一番面白いのだがそこまでは望むまい しばらくしたら天井板を一枚だけ外してその隙間から顔を覗かせ相手をじーっと見つめればいいそして視線があった瞬間にニーっと笑うそれで十分だいくら暗くしたといっても暗闇に目が慣れるとなんとなくでも見えてしまうものだしかも今日は都合よく月も出ているいつもより闇がほんの少し薄いんなんだ今足に何かが触れた気がしたがあ今度は筒井先生が 力地の犠牲に合うのかまあ気のせいだろう。こんな天井裏に上がる変わり者は私くらいのものだ。ではそろそろ自分の目が暗闇になれたこと、私はおもむろに行動を開始した。息を潜め、慎重に音を立てないように天井板を外す。途中で気づかれてしまういたずらほど惨めなものはない。よし、ここまでは成功だ。ではいよいよ。ん何かおかしい。 何がおかしいんだ天井板のなくなった部分をのぞけば男は寝ているのが見える。何の変哲もない図だ。何もおかしいところはない。だから何かが変だな<っ>異変はしたではない。ここだ。この私のいる天井裏がおかしいのだ。人の息遣い、それが間近に聞こえ。力地あんたさんもかい。<laughs> いつの間にか見たこともない老人が隣にいた。 私と同じように腹ばいになりこっちを見ている。何してるんだい早く天井板を打ち付けないと親方に怒られる。力地だ本物の力地だこの老人の吐く言葉がさっぱりわからなかった。だが頭では理解できなくとも体はその言葉に反応した。今までうっすらとした光が見えていた場所が再びきっちりと閉ざされたのだ。違う、これは老人がやったのではない。私が天井板を元に戻したんだ。 なぜえこれ筒井先生閉じ込められるんじゃないのほら早く釘を打ちつけろ言われてみると私の手には今までなかったはずの金槌が握られていたそしていつの間に現れたのか天井板に中途半端に打ち付けられた釘を押さえ一本一本カンカンカンとしっかり打ち付けていくいやだこんなことはしたくないなぜ私の体は頭と裏腹にこんな作業をしているんだろうか途方もない恐怖が体を脳をおかしていく 何より恐ろしいのは光の届かないこの天井裏でも私の両目が老人の姿を正確に捉えていることだこんな暗闇では鼻をつままれたってわかるはずがないそれなのに私は老人の姿をはっきりと凝視しているそんなさなかにも私の手は止まることなく釘を打ちつけていくカカ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 カンン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 すっぱり釘ををちつけてしまうとようやく体は言うことを聞くようになった 私は何をを考えるよりも早く出口を目指した。おかしいなんだあの老人は私は屋根裏で何をしているのだ自分の意志ではない何かに体を動かされたなぜだいやそんなことはどうでもいい今はそんなことを考えている場合ではないともかくこの場から逃げなくてはこんな屋根裏で屍を晒したら何と言われることかいやそれどころか見つからないかもしれないあの市長や若女が口をつくめば息子は私の所在を知る者はいないではないかさすがにこんだけ行方不明になったら見つかると思うけどね この趣味知ってる人が二人もいるんだから、干からびたミイラになって初めて人目にさらされるかもしれない、まあ匂いもするだろうしね。早、は、く、い、ここを出なければ、もうすぐそこが屋根裏から降りる出口。ダメだ、穴は全部塞がないと。出口にかかった手にひんやりとした感触。その直後に襲った焼けつくような痛みが、雷となり、全身を突き抜けた。 いつの間にかたわれにいたのか、あの老人が金槌を振り下ろし、私の手を打ちつけたのだ。しかもこの痛みは釘で痛られただけの痛みではない。釘は完全に私の手の甲を貫き、甲には金槌の先端がすっぽりと収まるほどのくぼみが刻まれていた。本気だな、本気で叩いたな。私の人差し指と中指と薬指がくぼみの反動で異様な方向にひしゃげ、折れ曲がっている。 痛みと驚きのあまり、うめき声と叫び声が複雑に絡み合った壊れたアコーディオンのような情けない音を発した。ふん。動けなくなった私の体に、老人は容赦なく首を打ちつける。手首、肘、二の腕、そして肩。トントン、カン、トン、カン、トン、カン、トン、テン、カン、テン、カン、トン、テン、カ,ン,ン,ン,カ,ン,ン,ン,カン,ン。情けない声と首を打つ音の見事なまでの二重層。ガン。うわっ。うわっ 俺は実によくできた夢なのだかわいそうになってきたそこまでしてって言ってないんだけどな普通になんか俺的に書類送検ぐらいされる方が面白いんだけどガンガンガンああ俺はなんで知らなきゃならなかったと思うえそれなりに悪霊なのか力チ大変なことになった えこれどうなるんだろう翌日若か神のああたたしい足音で羽ねをきると旅館の中はちょっとした騒動になっていた寝ていた僕を布団から叩き出すとほうきの絵で天井を必死に叩いている何人もが必死に天井を叩いている姿は巨大なネズミでも出たのかと思わせる騒ぎだったがそれにしては空気が違う声をかけられる雰囲気でもなかったのでともかく邪魔にならないように外に出ていたら青い顔をした若女神と一緒に来た見知らぬ人が僕のところにやってきた。 話を聞くと、見知らぬ人は筒井先生の秘書だという、そして昨晩から筒井先生が行方不明なのだという。どうして筒井先生が行方不明だと僕の泊まってる部屋の天井をつくのか全く意味がわからなかったが、詳しくは聞かないでほしいと言われてしまった以上、それに従うしかなかった。これは筒井先生が書いた原稿の続きです。そう言って渡されたシャブートを片手に僕は追い出されるように旅館を後にした。 聞きたいな。これ聞けるの続きなんだか新しいことこの上ないがこのままとどまることを許してくれる雰囲気ではなかったそれにバスに揺られて駅へと向かう途中で向こうから来た何台ものパトカーとすれ違った <laughs> 死んでからこんなに恥かかされることもないだろうなもしかして その日以降つい先生の消息を聞かなくなった天井裏で死んでますよ多分あ終わっちゃったこれがエンディング3だねじゃあ次エンディング4いきましょう見に行きましょうじゃあ前回は寝るを選んだんですけどいただいた原稿を読み返しましょう寝る前に 明日は筒井先生に会えるかもしれないからな原稿を読み返しておくかそうだ作品と舞台となった場所でその作品を読むなんて贅沢なことなんだろう素晴らしいよ僕はいそいそと布団に潜り込むと今までいただいた原稿を丹念に読み返し始めたじっくり何度も読み返しているうちに時刻は深夜を越えて明け方近い時間帯になってしまった しまった寝ぼけた顔でつつい先生と会うなんて失礼極まりないぞそう思い慌てて布団に入ったが早く寝なくてはと思うほどスイマー遠のいていくのか全然眠くならない自分がなんか寝ようと思ってる時間に寝れなかったらもうそのまま起きちゃうよね体がうーん遠足前の小学生だな思わず独り言を言ってしまったが本当に眠れないものは仕方がないそうだ昼間のように板を数えてみよう夜だし主人公が体験したことにより近い状況じゃないか いいい思いつきだった昼間の14枚目の板には人の顔が浮かんだように思えた力吉この暗闇でも同じような体験ができるんだろうか僕も気絶するのかなそんなくだらないことも思い描きながら今回も声に出して数えていく1つ2つ3つ4つ14を数えるなんてあっという間だ。 5つ6つ7つ8ついくらゆっくり数えたとしても1分もかからないここのつと1112だから僕の待ち望んだ瞬間はすぐにやってきた結構オカルト好きなのかあー来た力士、力士だつい先生じゃない1314ちょっと早かったね力士 僕は今自分の目に映っているものに驚愕したあ力地割とあれなんだな歯抜けな感じなんだな初めて見たね力地の全貌を僕は死ぬ瞬間最高の感動を手に入れた死ぬのかよきっと僕の死に顔はとても満たされたものだっただろうそれを見られないのが悔しかったそうかフィクションじゃなくてノンフィクションだったんだ どういういことだよ <laughs> あまあでもエンディング3の方が面白かったなじゃあまた、えー、多分バカタールが死んだので生き返らせてエンディング後の方を見ていきましょうじゃあ部屋の中を見て回らずにおとなしく待ちましょういかんいかん憧れのつい先生に会えるんだここは行為よく真面目に紳士的にお待ちするのが礼儀だろう そうこの場所に似合うように背筋をピンと伸ばし顎は少し引いては、えー、膝は拳一個分開き手は太もものを足の付け根に沿って握ってあれ開くんだっけかどうかこの辺に置いておくよしこれが優秀正しき日本男児の座り方のはずだこの姿を見てつい先生の僕の評価は礼儀正しい日本男児となるだろうなん待てよ日本男児日本男児の正しい接待とはどんなものだ えーっと酒を組み交わすじゃなくて他にあるはずだいやいや酒を組み交わすなんて焼酎の処方つい先生には大いに喜んでいただきたいそうなるとえー、っと作品のネタを提供するそうだ次回作のネタ提供なんてどうだろうかそんなことできる うまく面白いネタを提供して気に入っていただけたらそれをもとにつつい先生が作品を作られるかもしれないそうすると原案バカばかあるかと作品の後書きには僕との今日の出来事が書かれたりゆがんだファンになってきたなまさかハミツーでつつい先生のコーナーを連載とかつつい先生がハミツーに何を書くんだよいやいや心底気に入っていただけたら今後も気軽に会って個人的なお付き合いが始まり酒をくみ交わす仲になってしまったりそうだなんて素晴らしいんだ よし、何か何か何か考えてみようそうだな筒井先生のファンからすればどんなものが作品となったら面白いかな例えばそう例えば本当にあったことを元に書かれた作品はどうだろうか先生は作品を極めるために排泄物を食そう食層とされたほどリアリティを追求される偉大なるお方だマジか真実と虚像の隙間を、えー、微妙なラインで漂う世界観に読者は酔いしれるんだ そうだ先生の偉大なる海に自ら飛び込みこのバカとあるカードを自らの体験を題材としてもらいたいならばどんな体験を提供させていただくべきか僕は頭の中で何をし話したらつ井先生が喜んでくれるか考えながら襖が開く時を心待ちにしたそれからしばらくすると襖が開かれたつい先生の登場かと一瞬緊張したのだが向こう側にいたのは若女将だったきちんと頭を下げている 加藤様、先ほど土井先生が連絡から連絡がございまして、打ち合わせが長引いてお帰りになるのが夜になってしまうとのことです。もうこのくだりも何回見たか。かわいそうに。で、泊まっていいよって言われるんだよね。つきましては、こちらのお部屋へお泊まりになっていただきたいとのことです。この部屋にですかはい。太っ腹。 で、いつ来るんだろう丁寧に頭は下げたが、心の中で小躍りしていた。筒井先生ともしかしたら差しで対面。実は吉池の時のように、原稿だけ渡されて返されてしまうんじゃないかと心配していたのが、天は我に味方セリその後、若みが中井さんと一緒に夕食を運んできて、お風呂はこちらになりますと、立派な露天風呂へ案内され、身を清めても筒井先生は帰られなかった。どうやら相当に大変な仕事のようだ。この分ではきっと今日は会えるかどうかも怪しい。 はあ待てよ。先生は僕を試しているのかもしれない。僕はこの仕事をいただいてからも、筒井先生のファンだということを隠してはいなかった。それだったら、僕がどれだけのファンなのか試してくる可能性はないだろうか。<laughs> うわ、頭の中うるせえな、この人。可能性はゼロじゃない。十分に考えられる話だ。こうなると、夜中に筒井先生が突然現れることも想定に入れておかなくてはいけないな。昼間散々考えた筒井先生を喜ばせようプランが役立つではないか。そうだ、昼間考えたプランは、 えー、作品のネタ提供を <laughs> そう、新作のネタ提供だったさて、昼間も考えたネタ提供だが、どうしようか、どんな話だったら、筒井先生は喜んでくれるだろうか、動物感動系グリーンイグアナの太郎と僕、か愛かったな、太郎。な、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 なに、それとも過去にあった辛い失恋の話がいいだろうか、思い出しただけでも悲しくなって。 いやいや、抱いてる暇はない。こんなんでは生ぬるいかそれだったら、本当にあった殺人とかはどうだろうかそうだ、僕は先生の書く推理ものが大好きだ。ぜひ書いてもらうならサスペンスになりそうなものがいい。よしよし、これで方向性は決定したぞ。あー、決定したはいいが、殺人事件か。 推理者なら人を殺す動機人間関係とかどうやってアリバイを残して殺人を成し遂げたのかそのアリバイを崩すところに魅力があるんだよなどうするか僕は逮捕歴なんてないしなましてや殺人なんて殺人犯の友達も身内も効果か不幸かいないしこうだろう <laughs> どう考えてもうーんでも何としても筒井先生の役に立ちたいどうしたらいいどうしたらいいんだどうしても筒井先生に喜んでもらいたい役に立ちたい フィクションじゃダメだ真実を織り交ぜて殺人サスペンス殺しの動機あるいは崩し本当の殺人機ああそうかなんだどうなるの加藤様お呼びでございますか こんな時間にすみません。ちょっと露天風呂のシャワーが壊れちゃったみたいなんです。え、まさかいえいえ、こちらの不備で申し訳ございません。今すぐ調べますので。まさかお願いします。曲が不穏ですよ。このシャワーね。あら、おかしいわね。どうですか ああ加藤様今普通に出るみたいですよあれおかしいなさっきは全然お湯が出なかったんですよそうですかもう少し調べてみますね貴様やってはいけないことをやろうとしているなよろしくお願いしますよへへへへへへ 加藤様いきなりなおー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 おおそんな気はしてたけど本当にやるとは思わなかった自分が殺人を犯してそれをネタとして提供する気だなさてどれくらいで人って死ぬんだろうなああ離れの加藤ですがシャワーの出が悪いので人をよこしてほしいって言ったんですけどまだか人がよくないんですけどどうなってますか これはすみません。今から至急伺います。<laughs> お待ちしてますよ。早く来てね。わ <laughs> る<っ>。え、これかん。あ、終わらない。すっかり遅くなってしまった。 今日はこのまま休まれて明日加藤編集長とお会いになりますかそうだなうんなんだ騒がしいなええー、こんな時間にななんだあの男うおうんー刃物って切れ味悪くなるの早いなやっぱり肉切り包丁とかの方がいいのかな怖っなっ ああつつい先生いちいち笑わなくていいよっやっとお会いできましたいや嬉しいです感動ですバネだね君はせ先生ここは逃げた方が そんな逃げないでくださいよ。やっと先生にお会いできたんですから。ああ、そういえば申し遅れました。僕、ファミ通編集部の加藤です。加藤編集長バカなことを言うな。編集長ともあろう者が刃物を持って血まみれになってこんな夜中に浴衣をはだけさせてロビーを徘徊してるわけはなかろうが。 <laughs> 大作家ともあろうものが天井裏に忍び込んで人を驚かせてるなんて思いもしないけどねやだな本当にバカとある加藤ですって確か名刺があ,あだめだこんなところにまで血がついてるどうしたら信じてもらえますかね僕ねスイ先生のお役に立ちたいんですよそのために人を殺してですねその時の状況とか心理とか細かくお伝えしてさらなる力作をものにしていただこうと考えた次第であります信じてもらえませんかね うーん、まだ経験が足りないのかなあそうだもう二三人殺してきますから今しばらくお待ちくださいいいないいっすねそれで彼は何と言っているんだね警察の話によると先生に新作のネタを提供したくて殺人を犯したと言っているそうです 本当にそれだけの理由で若女将をはじめ何人もの人を殺したというのか本人の言い分だとそうなりますそんなつい先生が好きなんです大好きなんです大好きな先生のために何かしたくてだからだから 果たしてバカタール加藤のむちゃくちゃな行動が生かされたのかその答えは次なる筒井康隆の新作を待たねばならないえー、でもこれ筒井先生が書いてるんでしょこの話いやーやっぱ面白いないいっすねこういうの大好きだわじゃあ今回はご奉仕活動しますかそうご奉仕活動だ まあ前回のご奉仕活動っちゃご奉仕活動だけどね。ふんふんふん、実はもう日本の優者たらしきご奉仕の仕方は考えてあるんだよ。戦国の武将たちも愛した高貴なたしなみ。筒井先生、不詳、バカたるかと、あなたのため、人肌脱がせていただきます。本当に不詳だからな。先生も不詳だからね。<laughs> 不詳なやつしかい,いね。ああ、ドキドキするな。筒井先生、早くいらしてください。僕は先生がやってくるのを心待ちにした。 僕を試しているなら夜中の訪問があったっておかしくはないそれに今日がダメでも明日があるいついかなる時においてももてなしの心を秘めいついかなる時代にも対応できるように用意しおくことが大切だあーでも本当につ井先生がこんな真夜中にいらしたらどうしようか歩道の音がうるさく響くがん今何か物音が聞こえたよなこんな状況でも いやこんなに神経が敏感になっている時だからこそ僕は普段なら気づかないような物音にも反応して素早く動くことができたのだこのくせ者め <noise> 僕は手近にあった「ものす先生の小説だ」を掴むと天井に向けて力いっぱい投げつけたその威力は野球で言ったら 200km 級の高速球だったに違いない <laughs> ななわけガンと当たった天井の敷板はビシッとひびが入り 崩れ落ちえー、折れて崩れ落ちる木の悲鳴と明らかに人間の悲鳴がシンクロしていたふ <laughs> ってきたおっさんが僕と筒井先生の神聖なる場所に離れなるはずの離れに入り込むとは何ともふととき千番なやつだ筒井先生ですよとっちめって警察に突き出してやるあいいね突き出す突き出そう 届き者の顔がもうと近づくと僕と届き者は違う意味で凍りついたつつい先生君は一体何をしているのや <laughs> こっちのセリフだろう <laughs> 正義はこっちにあるわ僕は天井から落ちてきたつい先生だった事実にそしてつい先生はどうやら僕の格好に驚いてるようだったあ何 <laughs> あ何ああああ さすがはつつい先生。単純に入り口を使わず天井からご登場の予定でしたが。すいません。全然気づきませんでした。君はいつもそんな格好で寝ているのか <laughs> あ、あ、あ、とんでもありません。これは先生をおもてなししようと思いまして。おもてなし 古来より男が男をもてなすのは高貴なたしなみです。僕は憧れのつい先生のためだったら一肌も二肌も脱がせていただきます。さあ筒井先生、いろいろと順番は狂ってしまいましたが、僕は気にしません。今からたっぷりとご奉仕させていただきます。最初は状況が飲み込めていなかった筒井先生だが、どうやら僕が言っていることの意味を理解してくれたらしい。怖すぎない と,とりあえず服を着なさい。私にその手の趣味はない。せっかくのモテなしたが、謹んでお断りさせていただく。まあまあ、そう言わず、先生。何をしちゃいますか構想しかり、武将しかり、歴代の男たちが楽しんでいきた営みを。さあ、先生 <laughs>、えー。すっぽんぽん寝てたってこと 僕がドキドキと差し出した手を筒井先生は払いのけると今へ逃げてしまったその後ろ姿が何とも愛おしいこれきついな結構 <laughs> <laughs> 先生は恥ずかしがっておられるのだ怖すぎるだろこの人ここはとことん追わねばなるまい先生に恥をかかせるわけにはいかないのだ <laughs> お待ちになってください筒井先生もしかして布団ではなく机の上が良かったんですかクールな 先生はまるでコマネズミのように僕の手をすり抜け、離れに備え付けの露天風呂へと逃げていった。なるほど、そういうことでしたか。この画面が映るとき、うううっていうのやめてもらっていい勝手に承知の助、机じゃなくて風呂でですか。僕は先生が喜んでくれるなら、どこまでもお供させていただきます。きつ来るなと言ってるだろうが、お前の頭には虫が湧いているのか。 窓を開け放ちつい先生は暗い庭へと行ってしまったそうですか野外がお好みでしたか先生どこまでもついていきます僕は素足で庭の土を踏みしめた肌に当たる夜風がなんとも心地いい今僕は風になるつい先生 <laughs> 来るなこの変態翌日そのことが新聞に載ったとか載らなかったとか その後僕と津井先生がどうなったかは僕と津井先生だけの秘密であるあにご奉仕したのかな <laughs> ご奉仕したのかな気になるな <laughs> じゃあもう一個あるんでエンディングそれを見に行きましょう <laughs> まだあるのかよもうだいぶお腹いっぱいだけどねはいではえっ、ー、とお昼間は作品のネタを提供するって言って 夜は昼間考えたプランと違う方を選びますご奉仕活動 <laughs> え、あれ、そうだっけ僕昼間そんなこと考えてたっけあれ、あれ、あれ僕は一晩中あれを連発し続けたが明確な回答が出てこないしかも翌日に会えると思っていた津井先生も急な要件で山梨を立たれたらしく朝食の席で若狼が原稿入りのチャブトを差し出してきた まあろくなおもてなしも思いつかなかった僕にはちょうどよかったのかもしれないが大吟城どうしも大吟城はあ、お会いできなかったのが悲しいそれにしても僕が考えていたのは本当にネタそれともご奉仕どっちどっちだあれいや世界平和のためにはこの方がいいよ終わりこれであ,あ帰ってきた。 てかさ、さっきのエンディング、こいつ何事もなくバカタール東京に帰ってたの結構怖いんだけど。筒 <laughs> 井先生、よかったのかな、もしかしたら。加藤の奉仕。加藤さん、早く仕事してくださいよ。なあ、吉池、僕が考えていたのってネタそれともご奉仕どっちだと思うはあ何言ってるんですか考えてほしいのは次回の特集記事ですよ。分かってますか あとは加藤編集長の採決だけなんですあ,あどっちだったかな気になると仕事が手につかないんだよ冗談はやめてください雑誌を休館させる気ですかでもね気になるんだよネタだったかなご奉仕だったかな どこまでもバカっぽい感じがいいね。かん。いやあ、いや、面白かったな。普通に山梨。楽しかったわ。特にこの、今回の回、めっちゃ良かったな。個人的にかなり好みな回でしたね。はい、ということで、これで山梨が緑。いやあ、長い戦いだった。長い戦いだったな。5回ぐらい山梨だったちょっとわかんないんだけど。じゃあ、次回はいよいよ、千葉ですかね。 <laughs> 千葉はねこれ多分1回目やってないんだよね学校であった怖い噂これ結構なんか条件が大変っていうか難しそうなんですよなので多分今回のこの学校であった怖い噂さ次回か次回の学校であった怖い噂も結構長引くと思いますで千葉が終わったらいよいよとどめの東京だねついに終止符が打たれる時が来たかということで次回もよろしくお願いいたしますありがとうございました またね。